訃報、加藤明氏、整備グループ元代表。2016年12月26日。死因不明。引用読売新聞。兜町の風雲寺加藤被告死亡。高速客に投資。指定集団元代表による相場操縦事件で、金融商品取引法違反、未定、相場操縦などに問われ、東京地裁で公判中の整備グループ元代表、加藤明被告、75、が、26日、東京都内の病院で死亡したことが、関係者の話で分かった。病死とみられる。今後、控訴、起訴が棄却される見通し。加藤被告は、1970から80年代に、指定集団、整備グループを率いて、投機的な株取引を繰り返し、兜町の風雲寺と称された。2011年11月から12年4月、代償一部、当時の化学会社、新日本理化の株価を不正に釣り上げたなどとして、昨年12月に東京地検特捜部に起訴された。今年6月の初公判で、無罪を主張。関係者によると、勾留中から体調が悪く、9月の保釈も、そのまま入院していた。